金正主は大韓民国の政治家、外交官、軍人。第37代陸軍参謀総長、第40代国防部長官、中中国大使、初代国家安保室長、第18代国会議員などを歴任。最終階級は陸軍大将。1948年に全羅南道甲州市で生まれた。1971年に、 陸軍士官学校を卒業し、少尉に任官された。1993年に、首都防衛司令部作戦所長に就任し、以後陸軍士官学校生徒隊長、第1軍作戦所長、第6不評師団師団長、合同参謀本部作戦部長、第7機動軍団軍団長、合同参謀本部作戦本部長、米韓連合司令部副司令官などの要職を、歴任した。 2005年には大将に昇進し、陸軍参謀総長に就任した。2006年11月24日に辞職した、イン・ミツオの後任として、ロブゲン大統領から第40代国防部長官に任命された。2007年にアメリカを訪問し、ロバート・ゲイツアメリカ国防長官と会談した。会談では2012年に、米韓連合司令部を解体し、 戦時作戦統制権を返還することで合意した。同年10月2日に南北首脳会談のため包丁したロブゲン大統領に随行した。金正日総書記と握手をする際に頭を下げなかったことから韓国では硬直昇水と呼ばれ、称賛された。同年11月に北朝鮮の平壌を訪問し、金一鉄人民武力部長と会談した。会談では、 朝鮮戦争の韓国人捕虜返還を要請した。2008年に李明弘が大統領に就任すると国防部長官を退任し、ハンナラ党に入党した。同年4月9日に行われた第18大総選挙にハンナラ党、比例6番から立候補し、当選した。2013年にボクが大統領に当選した際には、大統領職引き継ぎ委員会。 外交国防統一幹事に任命された。同年3月に、僕区根大統領に国家安保のコントロールタワーとされる国家安保室長に任命された。2013年に北朝鮮による核実験が行われた際には、野戦ベッドで寝泊まりするなど、南北関係で高い評価を受けたが、2014年4月16日に発生したセウォールコウチン事故で、 国家安保室参加の危機管理センターが混乱を招いているとの指摘に対して国家安保室は災害コントロールタワーではないと発言したことで大きな批判を呼び更迭された2015年には中中国大使に任命された2016年に THAAD ミサイルを韓国に配備する際には中国外交部から何度も呼び出されたありがとうございます